大阪電気軌道、大阪電気軌道は、近畿日本鉄道、近鉄の直径の前身にあたる、大正から、昭和戦前期の関西系私鉄会社。略称は大輝、大器、大器。本校では大器本体のほか、その子会社である、三宮急行電鉄、三宮急行電鉄、略称、三宮、関西急行電鉄、関西急行電鉄、電鉄略称、 石球電、石球、及びそれらの会社が合併して成立し、現在の近鉄路線網の原型を作った、関西急行鉄道、関西急行鉄道、略称、石球についても、本校で合わせて記述する。系列の三宮急行電鉄、関西急行電鉄、更新の関西急行鉄道時代も含む。大阪奈良間の短絡を目的に、1910年、 明治43年9月16日に設立された奈良軌道がその起源である。当初は奈良電気鉄道、工事室の奈良電気鉄道とは無関係の社名を予定していたが、鉄道省から解明要請が出されたために変更された。初代社長は広岡慶三であった。同年10月15日、社名を大阪電気軌道、大器に改称した。 この頃は1905年、明治38年開業の阪神電気鉄道に始まった路面電車を発展させた郊外電車であるインターアーバン都市間連絡電車の建設が日本各地で流行している時期でもあり、大規模その流れの中で設立された。なお、現在の関西における大手手鉄直径祖先会社の中では最も遅い発祥でもあった。 もともと大阪奈良間の私鉄建設には、単線かつ、狂気の鉄道として三つの出願がなされていた。いずれもバックに、政治家や資本家がいて、最低もしかねる状態であった。そのため三つの出願を一つに統合することが提案され、その結果として、奈良軌道の設立に至ったのである。大阪府、奈良県境の生駒マ山地を直線的に超えるため、当初は、 高速鉄道、ケーブルカーや作動、ロープウェイの利用さえも検討されたが、これでは高速都市間電車としての機能が失われる、ことから、ミノアリマ電気軌道、現、阪急阪神ホールディングスの設立にも関わった、同社の筆頭取締役の岩下清吉か、後に大輝社長の発案などにより、結局生駒山を伏線規格の生駒トンネル、3388メートル、 当時日本第2位の長さで改作し、急行バイク間を大出力モーター搭載の300馬力電車で克服するという大規模かつ先進的な策で攻略することにした。また計画も全線が伏線電化の標準機、この当時の関西私鉄は南海鉄道を除いてすべてこの規格であった路線に変更された。1914年、大正3年4月、 大阪の上本町駅奈良駅間 30.8km、現、近鉄奈良線を開業。この時点では、奈良駅は仮駅で、同年7月に、現在の近鉄奈良駅付近へ移転している。なお、起動法に基づいて、路線の特許を取得したため、全区開業時の大規制による大阪奈良間の所要時間は55分で、関営鉄道関西本線列車に比べて15分も、 短縮した。しかし、生駒トンネルクスの難工事による多額の出費が、原因で経営難となり、沿線の生駒マ製店から再選を借りて、当座の経費を賄うほどに急迫した。主要利用客である生駒マ山産経営者の人手が、お天気次第なので、運賃収入も、お天気次第、という意味で、大阪電気軌道でなく、大阪電気軌道。 空気のように頼りない経営状態から、大気でなく、大器、と揶揄されたことさえあった。さらに、岩下など、設立に関わった取締役も次々に手を引くように、して辞めてしまい、大器に残ったのは、金森又一郎、後に、社長、大輝の実質創業者とも呼ばれるなど数名のみとなり、毎日会社に、債権者が押しかけるという事態にも陥った。 このため実業家の片岡直樹が大輝の依頼で生駒マトンネルを建設したものの代金未払いの状態が続いたことが原因で倒産寸前に陥っていた大林組とセットで大輝の再建に乗り出したその後経費削減などの経営努力と利用客の増加により過労うじ大輝は再建し1916年大正5年3月には一応の債務整理を完了した 経営が軌道に乗ると、大気は、奈良盆地内に、路線網を拡張し始める。1921年から1924年、大正10から13年に、うねび線、現、近鉄かし原線、1923年、大正12年から1930年、昭和5年には、桜井線、旧、八木線、現、近鉄大阪線の桜井駅伊勢、四木線、 現、近鉄市議線をオフ設する。一方、天理京弁鉄道、現、近鉄天理線、吉野鉄道、現、近鉄吉野線の買収、子会社、市議山電鉄、後市議山急行電鉄、現、近鉄西式工作線他の設立、海洋、京阪電気鉄道、京阪との共同出資で、奈良電気鉄道、奈良電を設立、京都駅最大寺駅、現、 大和最大寺駅間、現、近鉄京都線指導者との相互乗り入れ運転を行う、などの旺盛な積極策を取った。鉄道沿線の降落事業にも力を入れ、あやめ池遊園地、1926年、生駒山上遊園地、1929年、花園ラグビー場、同年の開業は、この時期であった。大阪、奈良南部には、同時期に、 大阪鉄道、通称大鉄。現、近鉄南大阪線系統の 1067mm、基幹各路線の前身、明治期に、関西鉄道に合併され、現 JR、関西本線の一部となった大阪鉄道とは、別会社が路線網を新調し、吉野鉄道、現、近鉄吉野線へ直通をもくろんだ、1929年、昭和4年に実現。 大鉄線と大気桜井、柏原線は平行路線でもあり、吉野鉄道との連絡輸送も絡んで熾烈な戦いが展開されたが、線量幅の関係で、吉野に直通できないハンデを押して、大気が吉野鉄道買収に成功した大気の既存路線は、線量幅 1435mm の標準機、大鉄と吉野鉄道は 1067mm の狂気。 後に大輝は大鉄をも参下に収めるに至る。なお、吉野鉄道線と大鉄線との直通運転は、吉野鉄道が買収によって、大輝吉野線となった後も、利用者の便宜を考慮して継続された。この運行は、近鉄成立後も継続されている。大輝はさらに、伊勢進出を目論む。当初は、高検峠経由のルートが検討されたが、後に、 沿線人口が多いはつせ、名張り経由での計画に変更された。しかし桜井な張り館の不設免許は、地元小私鉄の山戸鉄道の、後、しぎえこま電鉄を経て、現、近鉄タワラ線が所有しており、大器にとって計画の障害となっていた。そこで株式を買い占めて、山戸鉄道を参加に収め、同社が、もともと取得していた桜井な張り館の不設免許に、加えて、 名張宇治山田ま館の免許も取得させた。そして1927年、昭和2年に子会社の三宮急行電鉄、三宮を設立、大和鉄道から、不設免許を譲渡させ、路線建設に着手した。1930年から1932年、昭和5から7年に、桜井駅名張駅三宮中川駅、現、伊勢中川駅宇治山田駅間、本線、現、 近鉄大阪線、近鉄山田線及び、中川駅津駅間、津市線、現、近鉄名古屋線の一部を開業した。なお、津市線は、同地区における伊勢川口駅被災駅や小木駅、岩田橋駅間の軽便鉄道線を運営していた、中、勢い鉄道を参加において、同社により、中川駅被災駅間の免許を申請し、 その免許を3急に乗とさせる形でまず同区間を建設、開業させ、後に、それを妻で延長するという形態で開通した。大気と3急は1932年、昭和7年以降、上本町宇治山田間を2時間1分で走破する直通特急電車を運転開始し、鈍速な蒸気機関車運転の国鉄関西本線、三宮線、 三から五時間程度を圧倒して、大阪からの日帰りを、伊勢参りを実現した。この列車が、後の近鉄特急網の基礎となったという見方もある。なお、当時の三急線伊勢特急の速度は、70年以上を経た、現代の近鉄大阪線快速急行とほとんど、互角である。戦後も近年に至るまで、関西の小学校の修学旅行先に、 伊勢神宮が定番であったのは、この利便性を生かした、大器と、後ろ身の近鉄の巧みな営業活動に起因する、面が大きいと言われている。3級が、開業時に製造した、長距離用、電車2200系は、当時日本最大級の21メートル電車であり、その技術面で、画期的な存在であった。電動車1両あたりの出力約600キロワット。 800hp、平坦地での最高速度時速 110km 以上、山岳区間の急勾配、過酷な33パーミル勾配。青山峠、長谷寺付近を時速 65km で途半、後半可能で、その性能は現代の電車とさほど遜色ない水準にあった。設備面でも国鉄客車よりも格段に広い座席やトイレ、特別個室の設置、 電気暖房採用など充実したサービスを備え、長く大阪伊勢間の直通急行に用いられた、1974年、昭和49年までに、全社廃社。愛前後して3急戦途中の名張伊賀神戸間で、路線が並行していた伊賀電気鉄道、現、伊賀鉄道伊賀線を合併した、1929年、昭和4年に大気合併後、1931年、 昭和6年に産旧営館。また、桜井初世間の短い路線を有していた派関道。1909年、明治42年開業も、平行線のため1928年、昭和3年に買収して、大規派瀬線としたが、こちらは1938年、昭和13年に廃止している。百三十六年、昭和十一年九月、は、 三重県の有力施設ながら過剰投資で経営破綻に陥っていた伊勢電気鉄道、通称伊勢電。桑名駅マイナス大神宮前駅、伊勢神宮の下空へ間他を運営。新伊勢間で3級と競合を合併する。伊勢電は3級とほぼ同時期に伊勢への進出を果たし、将来名古屋へ延伸するための免許をすでに有していた。また3級は、 伊勢進出する以前に中川桑名間の免許を習得するなど、三急自身もすでに名古屋進出を計画していた。三急本線全通の翌年に杖の支線が開通したことも、その意欲の現れと言えた。しかし、当時国鉄線の運営と私鉄の監督を行っていた鉄道省は、このままでは省の運営する関西本線。 三宮線を合わせて三つともへの競争になる恐れがあり、人口がさほど多くない名古屋四日市伊勢間では共倒れになる恐れがあると警告していた。三宮もそれは理解していて、伊勢進出の前に、三宮は伊勢へ、伊勢電は名古屋への進出を優先し、提携輸送を行う方が双方のためであるという内容の交渉を伊勢電に行ったことがあった。これには、すでに、 京阪三加の新京阪鉄道と名古屋、急行電鉄によって、大阪名古屋間の鉄道布設計画が進んでいたため、先に大阪名古屋間運転の実績を作っておいて、対抗したい第一、三級の意向もあった。しかし、大阪京市本の三級の進出に、地元企業の一世電は対抗意識があり、交渉には応じず、 逆に3級と並行路線となる伊勢への路線建設を優先した。名古屋という大都市へ直結するのを後回しにしたために集客力を得られなかったことと3級への対抗心で伊勢進出を強行したことが結果として伊勢電自身の破綻を招くことになった。大器グループは伊勢電が計画して果たせなかった名古屋進出に乗り出し、そのために子会社の関西急行電鉄、 石球連を1936年、昭和11年1月に設立した。桑名名古屋間路線建設の最大の難所は、技術、資金の両面で困難な基礎参戦、ノ美川、ミカ基礎川、長良川、伊比川への架橋であったが、経営破綻前の伊勢電は、並行する国鉄関西本線の橋梁を掛け替えに、伴う、ハイテク譲り受けという企策で、 この難題を超える予定であった。関西線球橋梁は当時まだ寿命を残していたが蒸気機関車の重量化、大型化に対応できないため新鉄橋が並行して架橋されていた。だが電車は蒸気機関車より格段に軽量であり、旧鉄橋でも運行可能だったのである。石球電はこの計画を踏襲し、廃鉄橋利用で路線を建設した。 その後の老朽化に伴い、戦後の改めき、伏線化の際に新たに掛け替えられた。赤宮殿は1938年、昭和13年6月、名古屋駅地下に新設された赤宮名古屋駅、現、近鉄名古屋駅に乗り入れ、桑名名古屋間を全通させた、現、近鉄名古屋線の全通。これにより、江戸橋駅での乗り換えを要したものの、大一、三級、 関急電三社接続による名阪関連絡が実現された上本町名古屋間百八十九点五キロメートルがこれにより全通。同年十二月には江戸橋三急中川間を境地に改め起し乗り換え駅を中川駅に改めている。この時、上本町名古屋間の所要時間は三時間十五分となり、当時の国鉄東海道本線の急行列車より、 早い所要時間で結ばれることとなった。旧伊勢電本線は三急名古屋伊勢本線、後石急名古屋線及び伊勢線となるも、1942年、昭和17年に新松阪駅以南を、戦時の不要不急線として廃止、江戸橋から新松阪間も1961年、昭和36年全廃となった。石急電と系列の養老電鉄、現、 養老鉄道養老線は1940年昭和15年3休に九州合併された。戦時体制下にあっても国家浸透的な政策が幸いして伊勢神宮、柏原神宮、吉野神宮、厚田神宮などへの参拝旅行は戦時の普及不要旅行の制限の例外扱いとなり、これらをハントとする大企グループの業績は大きく慎重した。 大器創業30年目にあたる1940年、昭和15年の後期2600年報祝式典では、年間参拝者数が1000万人に達した柏原神宮をはじめ、他の神宮への参拝客も裁くべく、大器、三級とも臨時列車を多数設定するなどして、輸送に努めた。この頃、大器グループは積極的に多くの電鉄会社を組み入れ、 事業規模を拡大させていった。3級は1940年、昭和15年1月に、関西急行電鉄を、同8月には、養老電鉄をそれぞれ合併。続いて1941年、昭和16年3月には大企と3級の合併により、関西急行鉄道、石級2階層さらに1943年、 昭和18年に関祖が大鉄を合併し、1944年、昭和19年には、南和電気鉄道、現、近鉄後所線と四季山急行電鉄をも合併して、路線網は5 0 0トルを超えた。1944年、昭和19年6月、関球は、戦時統合により、南海鉄道と合併、全線6 3 0トル余りを要する、 巨大鉄道会社、近畿日本鉄道、近鉄が成立する。戦後の1947年、昭和22年6月、旧南海の冒険会社で近鉄と合併しなかった、高野山電気鉄道が、南海電気鉄道、南海電鉄と解消の上、近鉄より、旧南海鉄道路線を譲り受けし、旧南海との合同を解消。この結果、 急激休憩の路線のみが近鉄として存続し、現在に至っている。大器は、阪神電気鉄道が宣弁をつけた、インターアーバンの手法で創業したが、アメリカ的に大胆な M&A で、局地的なローカル鉄道を巧みに急合し、鉄道省の強固な巨人化体制を交わして広域に、渡る高速電車網構築に成功した、ケウ鉄道会社であり、小林1三が率いて、 日本型の郊外電車哲学を確立した阪神急行電鉄、後の阪急電鉄とは、後退省の存在である。積極策を伴った極端な拡張の一方、古くからの名所、旧石の地である伊勢、奈良を近代的観光地に脱皮させたことで、1920年代以降の奈良、三重両県の産業、交通発展に多大な業績を残した。 近鉄が、戦後の大手私鉄としては、例外的に1963年、昭和38年から1965年、昭和40年、茂駒電鉄、現、近鉄イ駒線、田原本線、奈良電気鉄道、三重電気鉄道、現、近鉄湯の山線、島線、三義鉄道北西線、四日市安奈楼鉄道内部、 八王子線と中小私鉄の吸収合併を推進したことは、大気以来の大拡張主義が戦後に至るまで受け継がれたことの表れである。また、高速性能と途半力を両立できる、要、大出力モーター付けで、重装備の大型電車を使用する大気三級の車両ポリシーは、現在の近鉄電車に至るまで確たる伝統となっている。 大模グループの積極性を象徴する現存施設としては、久野ぶが設計した内外ともに壮麗な高架駅ビルの宇治山田駅、1931年、昭和6年や、先進的な地下駅の近鉄名古屋駅、1938年、昭和13年、後に拡張、村の統合設計による柏原神宮前駅舎、1940年、などが挙げられる。 関西急行鉄道発足前の路線。大気、三級時制の車両で記事があるもののみ記す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。